ましょう。よいしょ。時空を断つ光、俺がみんなを守る。魔法の力で、お仕置きよ。今日ファンが愚かなやつ。またか。美少女のあたしが相手するわ。
Ha ha ha!
ぞ。推測に過ぎないが、何者かがここを最初は鉱脈だと思って掘り返したのかもしれない。だから見た目は鉱山のように見えたんだ。でも掘っていくうちに遺跡だということが分かり、それと同時に眠っていたモンスターを起こしてしまった。元からいたモンスターに数が足されることになったんだ。モンスターを目覚めさせる重罪を犯したせいで、騎士団に報告することすらできず、お宝を手に入れようにもモンスターが多すぎてどうにもできなかったんだろう。洞窟屋たちは遺跡に眠っていそうなそのお宝を狙っていたのかな。なるほど。それでは村に吹き荒れていた砂嵐は遺跡のモンスターが目覚めたために起きたと。その原因がなくなった今、私の村の人たちは砂嵐に悩まされなくなったということか。多分、まああくまでも推測だけど、さっきと少し空気の流れが変わった気がしないか。あ、本当だ。風が止んでる。後悔しないでください。時空を断つ光。俺がみんなを守る。Yes!
しいの力を。うりゃ。はあ、ぷりゃ。やっ。はあ、やっ。うりゃ。はっ。何者だ。俺たちはここを通りたくばこのザ・ハードを先に倒すんだな。はあ、よいしょ。はあ、やっ。はあ、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 はっ。クリュー一戦。キュッ。はっ。うりゃ。はっ。はっ。はっ。時空を断つ光。俺がみんなを守る。はっ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 。やっ！やっ！ガッ！チームの力も。はっ！うりゃ！ガッ！はあ、よいしょ！ガッ！ガッ！クリア！一戦！魔法の部族を倒しに。ブルク族。私たちはモンスターの数を減らし、再び眠りにつかせる方法を探している。ブルク族はモンスターではなく異種族だ。討伐の対象ではない。普通の人間はそう思わないから問題なんだよ。あんたたちは相当腕が立つと見た。だからその区別もつくんだろう。ところで、なぜ人間がブルク族を守っていたのだ。ブルク族の族長ブロムが俺をドラゴンから救ってくれたからだ。厄介なのはドラゴンだけじゃない。砂漠からモンスターが流れてくるのを防ぐのも兼ねてだ。なるほど、ドラゴンか。
今ブルク族はドラゴンのせいで殲滅の危機にさらされている。あんたたちブルク族に協力してもらえないか。そのドラゴンを倒してほしいんだ。異種族間の戦いに加担することになるのは気が進まないかもしれないが。その通りだ。簡単に決められることではない。だろうな。種族の中でも最強の相手だ。その反応は正しい。もう少しブルク族の話を聞かせてほしい。まずは彼らの居住地がどこか知りたい。俺はここのモンスター退治を続けなくちゃならないから一緒には行けないが、道は教えてやろう。ありがとう。